つも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する生き物男子、青森地球の旅人です。ここは会津若松市の七日町という地域です。毎月7の日に市場が開催されたのが町の名前の由来だそうです。前回の動画では会津若松市への鉄道旅行を面白くて少し笑える内容で作って投稿しました。そしてこの会津若松編第2話では会津若松市で開催中の期間限定イベントと関係がある甘くて美味しいスイーツをご紹介します。この動画が面白かったら熱い高評価とチャンネル登録をお願いします。そして最後まで見ていただければ、実際に僕が食べたスイーツやお店の情報だけではなく、その会津若松市のイベントの内容が全て丸分かりになりますので、ぜひ最後まで見てください。では、オープニングスタート！七日町に移動してきました。では早速、カフェを探しに行きましょう。今回は全くのノープランです。手元には会津若松市の地図があるんですけども、これがちょっと変わった地図で、なんとカフェの場所が分かるようになっています。そして裏面にはスタンプを押すスペースが。何なんでしょうねこれは。ん？このお店地図にありますよ。それに何でしょう、500円ってかなり気になる。決めました。このお店にします。行ってみましょう。店内に入ると気さくな女性の店員さんが僕を迎え入れてくださいました。このカフェ太郎焼総本舗さんは大正時代の蔵を利用しているそうで、店内はかなりくつろげる印象がありました。2階にはゆったりできる喫食スペースがあるそうです。これが太郎焼総本舗さんの太郎焼セットです。ホットコーヒーがついてます。なかなかにボリュームがありますよ。そして太郎焼の上にはたっぷりとソフトクリームが、迫力満点ですね。これで500円は正直なところびっくりです。早速いただいてみましょう。まずはこちらの太郎焼から。うまーい。熱々の太郎焼きに冷たいソフトクリームが滑り込んできます。ナイススライディング。程よい甘さの純和風の太郎焼きにこのソフトクリームは絶妙。この組み合わせはもはや天才的ですね。ソフトクリームとシロップに隠れて見づらいかもしれませんが、太郎焼きは食べやすいように4つに切り分けてあります。本当に美味しい。お店にいる間に店員さんからこの会津若松市のキャンペーンのことについてお話を聞くことができました。このキャンペーンの正しい名称は会津を巡り旅、街歩きスイーツ&カフェプラス日帰り温泉というんだそうです。このキャンペーンに参加しているカフェに行って対象のスイーツセットを食べてからスタンプを押してもらい、そのスタンプを2個集めると対象になる温泉になんと500円で入浴ができます。いやいや、それで終わりではありません。温泉でもスタンプを押してもらい、合計3つのスタンプが集まったらなんと素敵な景品が当たる抽選会に応募できます。なんて素晴らしいキャンペーン。他にも毎月11日に会津若松市に旅行してカフェに1軒足を運ぶと、なんとスタンプがその場で2個押してもらえます。もう驚くしかありませんよね。ただしこのキャンペーンには期限があります。来年の3月、2021年3月31日で終了します。今回僕は時間がなくて全てのスタンプをもらうことはできませんでしたが、もしこれから会津若松市に旅行される時にはこのキャンペーンが開催中であることを思い出していただけると嬉しいです。というわけで太郎焼総本舗さんの太郎焼セットを食
べ終わりました。本当に美味しかったです。太郎焼き総本舗さん、ごちそうさまでした。そしてまた再び七日町へ。あの地図によるとこの建物の中にもキャンペーンに参加しているカフェがあります。でも今回は閉店時間を過ぎていたようでした。犬が店長、いいですね。そして改札を抜けると駅でこんな電車を見ました。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回は太郎焼き総本舗さんで太郎焼きセットをいただきつつ、会津若松市の期間限定キャンペーンについても僕の知る範囲内でお話をさせていただきました。初めて食べた太郎焼きは本当に美味しくて、コーヒーを飲みながらホッとできる素晴らしいデザートでした。いつも僕の動画にいいねやコメントをつけてください。本当にありがとうございます。動画に対するご意見やご感想は毎回の動画作りのエネルギーです。僕はこれからも面白いと感じてもらえるような旅の動画を作り続けます。次回はいよいよお待たせいたしました、会津若松市のシンボルである鶴ヶ城を歩きます。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。